こんにちは、神田です。 J2 リーグ第12節千葉レノファ戦、結果は2対0でレノファが、まあ、負けるという、まあ、千葉はね、こう守備のね数字が良くて、守備の時はしっかりね5バックで守って5-4-1、まあ、5-3-2 で守る形で、ボールを奪って前線に預けてサイドの選手が上がってくるというね攻撃が特徴かなと。でレノファの高いねハイラインの裏を、まあ、おそらくね狙ってくるんじゃないのかなと。でレノファは前節から7人メンバーをね入れ替えてきたので、まあ、スタートのメンバーを見たらもう別のチームになるんじゃないのかなと。まあ、どこまでいつものねサッカーレノファのスタイルができるか、まあ、そこをね注目して見ていました。試合開始はレノファはね千葉のウィングバックが引いてね5バックで守るので、その前にできるスペースでうまくねボールを受けれていたので、まあ、レノファのね狙いどころはそこだったのかなと。千葉のウィングバックの前のねスペースで、まあ、どういう形でボールを受けて、まあ、どういうね攻撃をしていくのかなと思って、見ていました。でレノファはね、こう、山瀬選手と沼田選手がね、裏を狙う動きをしていて、千葉のね、5バックのラインをね、下がらせるようなことをしていたなと。で、下がった時に、佐藤選手がライン間の間で、ボールをね、受けようとしていたので、レノファはね、そこにパスがね、出れば、まあ、面白いね、攻撃ができるんじゃないのかなと思って見ていました。レノファはこう長い時間ボールをね保持し、ゲームをねコントロールしようとしていたことが良かったと思いますが、こうなかなかね前線にまあ効果的なねパスが入れれなかったのかなと。レノファのねセンターバックの渡辺選手、まあ、菊池選手が足元でボールをねつないで、まあ、ストロングポイントの左サイドからこうチャンスをね作ろうとしていたし、前半23分のね石川選手が突破してからのマイナス方向へのグランダのねクロスを受けたね佐藤選手のシュートはね本当にね、いい形だったし、まあ、レノファのね、理想の攻撃だったんじゃないのかなと。惜しくもね、シュートがちょっと左に外れてしまったんですけども、いい攻撃の形ができていたなと思っていました。で、レノファはね、ボールも人もね、動かしながら、まあ、そういうね、サッカーができてるときは、レノファのペース、主導権をね、握れることが、やっぱりね、できているなと、見ていて思いました。で、千葉の選手がプレスに来ないと思えば、効果的にね、ロングフィードを使い、ピッチをね、広く使って、千葉のね、5バックのラインをね、スライドさせて、こう、スペースをね、開けさせる。で、空いたところに、こう、選手がね、レノファの選手が顔を出して、まあ、差し込めるようなね、パスが出てたら、もうちょっとね、こう、シュートチャンスがあったんじゃないのかなと、感じました。まあ、いい流れの時に、まあ、シュート、そしてね、ゴールが奪えたらね、こう、試合展開も変わってくるのかなと思うんですけども、まあ、そこがね、なかなか奪えないのが、まあ、レノファのね、こう、今の課題なのかなと。と思って見ていたら、こう、徐々に千葉のペースになり、千葉がこう、勢いよく、攻撃をね、してきたなと。で、ビルドアップをね、奪われて、レノファが、三木選手から高木俊之選手へのね、スルーパスから、シュートは、菊池選手がね、かろうじて、クリアしたシーンね、よく防いだなと。まあ、菊池選手がね、ゴール前まで、しっかりね、戻って、まあ、守備をしていたことが、失点をね、防げたことにもつながりましたし、よくね、戻ったなと、神田を見ていて思ったんですけども、
前半40分ですかね、こうペナルティエリアに侵入した福光選手からのこうグランダーのねクロスが入ってきて、まあ、ボックス内の三木選手がねダイレクトでシュートをね打たれてしまって、これはね一度関選手が弾くんですけども防ぐと言ったらいいのかな、その後再びね三木選手に押し込まれてしまって、まあ、先制点をね奪われてしまうということになったんですけども、まあ、ハーフスペースのいいところで福光選手がボールを受けていたので、まあ、レノファのねディフェンスラインがどうしてもね戻ってくる選手の間に、クロスをね上げられてしまうと、まあ、レノファからすると、まあ、対応が遅れるというか、対応がねできなくなってしまうよねと、まあ、レノファからするとサイドの部分サイド攻撃で主導権をね握れなくなると今シーズンはね、失点してしまうことが多いかなと。で千葉がね中央だけではなくレノファのねサイドの選手に対してもプレッシャーをねかけてくるようになったことで、まあ、レノファの選手がフリーでねパスをつなげなくなっていたなと。そうなるとこうレノファがねやろうとしている人も動く、ボールもね動かしながらボールをね前に運んでいくサッカーができなくなるよねとと思っていたら5分後ですかね、こう千葉が、まあ、レノファのコーナーキックから、まあ、一旦ちょっとね、もう一度攻撃を作り直して、まあ、クロスを上げたのかな、上げようとしたところを、まあ、クリアされたボールを、速攻という形で攻撃をね仕掛けられて、まあ、三木選手がねハーフウェイライン付近からこう絶妙なねパスを高木俊之選手に、送る。で高木俊之選手はドリブルでね、レノファのペナルティエリア内へ侵入するとゴールキーパー関選手と1対1になりニアサイドに、まあ、決められてしまうという、まあ、千葉からすると大きな追加点、レノファからすると大きな失点、前半終わりに2失点もね、レノファからするとちょっとこう厳しくなる試合展開になるなと。でレノファとしては選手がね止まり出すとどこでボールを受ければいいのか、どこにパスを出したらいいのかっていうことが起こるので、まあ、千葉の選手のマークをどういう風にね剥がしてボールをね受けるのかっていうことを、まあ、考えないといけなかったのかなと、思いました。まあ、そういうことがねできなくなったことを感じて、まあ、後半からね池上選手に変えて田中選手が、まあ、交代で入ってきたのは、まあ、そういうことが狙いだったのかなと、思いました。でレノファは流れをね変えようとしたんですけども、思うようにね攻撃の形を後半ね作ることが、まあ、できていなかったなと。まあ、終了間際の前半終了間際の2失点がね尾を引いてるような感じに見えていたんですけどね、神田からすると、まあ、レノファが千葉がね前にプレッシャーをかけに来た時にレノファがねこう受け身になってしまうんですよね。どうしても、受け身になると全体のラインが下がってしまってレノファのね選手同士の距離感が、遠くなる悪くなって、試合開始早々の時にできていたねワンタッチツータッチでこうサイドの攻撃、パスがね通っていく、前線にね、素早く、縦に、いける攻撃ができなくなってしまうので、まあ、そこをねどういう風に、変えていくのか、まあ、点をね奪いに行かないという気持ちから焦ってね前線にパスを出して、まあ、インターセプトされてカウンターを食らうってことが、まあ、レノファが多いので、まあ、自分たちの
ペースじゃない時に、まあ、どれだけね、まあ、耐えれるかって言ったらいいのかな、粘れるかと言ったらいいのかな、悪い流れの時にどれだけこう積極的にミスをしないで前線にねボールを運んでいくのか、まあ、メンバーがね大幅に変わっていることもあるので、まあ、その辺のねこう意思疎通も、まあ、難しかったのかなと、この千葉戦は。で、千葉がね、後半30分に、三木選手と高木選手を下げて、まあ、小林選手と、風間選手をね、投入して、システムのね、3-5-2 に変えて、まあ、逃げ切りの形を、取ってきたなと。で、レノファはね、こう、両サイドから積極的にクロスを入れるなど、まあ、得点をね、奪う姿勢を見せてたんですけども、まあ、最後まで得点をね、決めることができず、負けてしまったんですけども、まあ、レノファは、こう、サイドではチャンスをね、作れているんですけども、まあ、そこから先、どういう形でシュート、ゴールまで繋げていくのか、まあ、千葉のね、5バックの壁を崩すことができなかったですし、まあね、ちょっと、苦しんでいたと言ったらいいのかな。ですけど、左サイドでは、まあいいね、攻撃の形を作れていたので、まあ最後のね、クロスの質、で、選手のクロスに対しての入り方をね、ちょっと変えていったら、まあ得点がね、できるんじゃないのかなと、思うんですけども、これで2連敗になるんですかね、レノファが。で、次節がホームで栃木戦なので、3連敗はね、是が非でもね、阻止してほしいと思いますので、神田が、おそらく仕事がお休みだと思いますので、久々のね、ホーム観戦行こうかなと思いますので、ぜひともね、ホーム、栃木戦勝って、連敗阻止、そして勝ち点3をね、奪ってほしいなと思います。本日もね、動画の方が長くなりましたが、最後まで見ていただきありがとうございます。それでは、また。